私の名前はドールと言います。小林さんは傷を負った私を、お心遣い感謝します。マスター、私はマスターの剣ですので。どうしマスターの、これ以上の戦闘は無意味。俺の勝ちだ。俺は木の葉の里を守ることに決めた。無限の時が不動の時を使う。人は音もなく炎上する。どうか
もうめんどくさい。これで何でジャスターの餌だ。よーし、そうするか。シンク、イエ、サンクライ。お前のような殿柄はこの世にいても周りに害を及ぼすだけで何もできし。どうやら姫の恐ろしさを知らないようだ。よし、一緒に考える。でも死ぬとは離れるのだけはダメ。愚かなるマカベアの兄弟たち、ええ、みんな死につけるのだ。黙れ、死ぬ。お願いします。任せろ。殺戮の手がある身に必ず決まれの終わりだ。燃やしつけて。切り捨てごめんとさせていただきます。全力で行く。魂すら焼き尽くす。うまくいくといいのだけれど、ヘッツくん、落とすわ。逃がしに任せて。ライフセーブのように火を殺して私に感動しませんでした。そこまでにしておけよ。ここから先は後戻りのライフルを追求するな。燃やし尽くせ。止める。目標確認。切り捨てごめんとさせていただきます。消えろ。逃がすか。くらえ。今日はあなた始めましょう。良い運勢を私に任せてください。どうやら姫の恐ろしさを知らないようだ。でも、
私に任せてください。全力で行く。魂すら焼き尽くす。どうやら火の恐ろしさを知らないようだな。どうしよう。暗い。消えろ。始めましょう。魂すら焼き尽くす。Yes!
火の恐ろしさを知らないのに行きたいんだけれど、剣が折れたら鞘で、鞘が折れたら剣で、どんな状態でも関係ないんだ。とにかく気合ですよ、気合。私が大事だ。しょうがないですね。っていうかもうめんどくさい。続く更新、こうしてさらにジャンパイをするな。承知、わかりました。あだに不全の共柄を消滅するため、私はそうなるために生まれ、そうなるように生きていく。どんな世界に任せてください。どんな敵に疲れ様でした。私の期待に乗せるかも。どうしたらいいか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 。雷鳴と共に散れ。キル。Yeah.
もうめんどくさい。実力行使よ。殺してさえ。そこまでにしておけよ。ここから先は後戻りのない一方通行なんだからな。お疲れ様でした。
どうしようか。くらえ！どうやら火の恐ろしさを知らないよ。何も残さない。お前を消滅する。よっしゃ、私に任せてください。かわいい。お前は押しろ。どうしよう。俺は終わりだ。私らの力だ。どこで当たり前に起きていても、そうなめつつ意味はダメだ。自分で考えて決めればいい。他でもない。お前の夢なのに、火の恐ろしさを知らない。自分の死を見られるのか。そこのことを理解させてやるぞ。私に示してやれるか。ひえ、ただそれ、ただ殺しな。私に任せてください。っていうかもう面倒くさい。自分を殺し、殺してしまえば考えの餌だ。この腹を切り抜くのか。悩んでたら一緒に考える。そう、ただ刺激的なもの。